300ウィンチェスターショートマグナムあるいは 300WSM とは2001年にウィンチェスターが発表した30口径のリベートリムボトルネック型センターファイア式のショートマグナム実縫である。実縫の全長は 72.64mm、薬莢の長さは 53.34mm、弾頭径は 308インチでこれはすべてのアメリカの30口径実砲で共通である。ショートマグナム実砲の利点は、来館のフラッシュホールにより、近いところにより多くの火薬を詰めることでさらに、一定で安定した燃焼が得られるということである。この相談の利点はより短いアクションの軽いライフルで、300ウィンチェスターマグナムとほぼ同一の弾道特性を得られるということである。 比較的大きなヘッド系の薬莢設計のデメリットは使用する銃のロッキング機構にもたらされる比較的高いボルト水力にある。また、スモールリングアクションで薬室系が大きいことにより重心の手のんぶからより多くの鉄を取り除くことになり半径方向に弱くなってしまう。300WSM は長距離の平坦な射撃が必要な森林や平野でのムース、アメリカグマ、 ヒグマ、エルク、ミュールジカ、オジロジカの狩猟に最適である。同様に、ベンチレスト射撃にも使用される。300WSM の標準的な弾頭系は、308であり、この光景では、様々な弾頭の選択肢があるという利点がある。300WSM は、デルタイル問題を抱える実報の一つであり、予想外の争点や、供給の問題を引き起こす、可能性がある。 この問題については、デルタ L 問題に詳しい説明がある。300レミントンショートアクションウルトラマグナムは、非常によく似た寸法の実法ではあるが、互換性はない。ザ・ 300WSM バイ。 jackhawkshathttp://www.balristicstudies.com/.knowledgebas. 300ウンチェスターショートマグナム html h ット http コロンスラッシュスラッシュ w w w a c c u r a t e p o w d e r c o m スラッシュ wp-content スラッシュ uploads スラッシュ2011スラッシュ01スラッシュアキュレートロードデータ3.5 pdf ありがとうございます